とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この装備を使いまして、機械化装ブレードの、重力、シナジー、ダイナモ、リフレッシュ、これを使いまして、デイリーボスを倒していきます。行くところが、まず、ここだね。湿っぽい沼、大釜を倒します。で、続いて、ここ、追い茂る寺院のゴリさん。そして、最後に孤立した城。だね。この三つ、クリアしたいと思います。途中の旗は、全部、あるだけ取っていきます。で、この武器でどんな感じで倒せるのか、ちょっと試してみましょう。多分、楽勝。では、まずは、大釜からですね。キャプテン6体おりました。脅威3。そして、プレイヤーのダメージが 40% 減少して、20% が略奪者に変わって、貫通を持ってるってやつですね。プレイヤーダメージが 40% 減少するんだけども、ドラはなしでいきます。ドラなしでね、多分余裕だと思う。いきます。多分ね、一瞬で肩はつくと思うんだよね。固まった、いきます。だろうね。だろうね。うん、大釜はまあ、そこまで HP 高いやつじゃないんだけども、こんなもんです。うん。最大まで難易度を上げて、ダメージが 40% 減少したところで、こんな感じ。うん、HP が 150% アップとか、そういうのが出てきてくれたら、嬉しいかな。次行きます。予定変更です。シタデルがあったので、そっちの方に行きますね。まずは、ここ。キャプテンは4体出ましたね。脅威が1。そして、プレイヤー HP が 20% 減少して、モブ速度 70% 増加。で、近接がクリーパーに変わるのか。まあ、多分ね、問題ないと思うんだけども、一瞬で倒すとあれなんで、ダイナモは10に抑えてます。わざと10に抑えてますけども、多分これでも一瞬で終わるはず。ほい。だよね。パワーを抑えてもこの感じです。では、シタデル、ラスト行きましょう。それでは、壊れたシタデルですね。キャプテンは倒しておりません。で、これを使ってみようかなと思うんですよね。ソーブレードのダイナモ痛みサイクル。これがね、一番効果力が出るんだよね。あ、できればアーティファクトシナジーもつけた方がいいけどね。まあ、この二つでも、ドラを入れて2億600万ダメージが出ます。一発で。それにさらに、無防を入れると、確かね、2億8000万かそれぐらい出たんだよね。うん。まあ、それで、ボスを、まあ、ワンパンじゃないんだけども、無敵になって、潜る前に、倒せないかな、と思うんだよね。どうだろう？昔はいけたんだけども、無敵がね、ガーディアンとかに突き出した頃から、できなくなった気もするんだけどね。まあ、とりあえず、行ってみましょう。いけるかな？それでは、やってみます。行くよ。あー、無理か。やっぱりあそこで止まるっぽいね。なるほど。無理なんだ。でももう一瞬であんだけ減らしたんでいいんじゃないですか。はい。あとは一発で終わるか。まあ、ダイナモ多分10ぐらいまで貯めれば十分じゃないですか。ダイナモ10ぐらいで多分、問題なく倒せるとは思いますけども、20溜まっちゃったな。ああ、今のはダメージあったでしょうよ。なんかね、微妙な感じになったけど。はい。来い。さっそく倒しておきましょう。OK。よし。10ぐらいでいいよ、10ぐらいで。よし、行きましょう。おいって、もう、なんか無駄に潜るね。まあいいや。
で終わりだね。はい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 、エンダーマイトが多いけども、いいでしょ、次はもういけるやろ、いけ。はい、ということで今日はデイリーボスを3体倒してみました。ラスボスがねワンパンでいけるかなと思ったんだけども、やっぱりどうしてもバリアが出るみたいですね。多分無理じゃないかな。まあまあこれ以上火力は出せるには出せるんだよね。装備は確実にこれなのよ。確実にソーブレードが一番いいと思うんだよね。ダイナモと痛みサイクルでシナジーの弓で虚無を入れて、でさらにクリティカル入れて3倍ダメージがそこで出ればいいのか。で30% アップの攻撃力がね、それにフルメタルとかの無謀だったらもっとダメージ出るか。まあとりあえず今俺が持ってる装備ではワンパンはできません。まあ強くなってもできるかは分かりませんけどね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。